皆さんこんばんは、ビンカーファイルのザックバラ TV、 どうも始まりました。ありがとうございます。始まりましたね。世田谷区若林ギャラリー233からお送りしておりますけども、はい、ねえ、はい、始まりましたよね。あ、これだけ言わない。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。明けましておめでとうございますね。2月ですけどね。2月ですけど、2015年始まって一発目ですから。今年は一発目ですからね。ザックバラン TV の敏感ファイルとしては今年が初のお披露目ということで、何回か同じことを繰り返します。言ってますけどもね、やっぱ2014年とやっぱ違いますね、顔がね。え2014年と顔、2015年ちょっと違いますね。本当ですか？どの辺違いますか？やっぱね、目の輝きが違う。そんな変わります、はい、やっぱね、僕ら今年で30になるわけですから。はい、味噌汁の年ですからね。そうですね、結構言ってますね。そう、味噌汁の年ですから、はい、今までのね、ちょっといろんな罪をね、罪、味噌汁としてね、おう、味噌汁ですから、味噌汁としてね、やっていきたいなと思いますけども。いいじゃないですか。はい、いや、今回だから一発目ですから、はい、もうね、こういう企画用意してます。何でしょう。ビンカファイル2014年ザックバラン TV を振り返ろう。よっよっ、振り返りましょうよね、2014年、まあ2013年12月に始まったんですけど、はい、まあ2014年、うん、あのずっとやってますから、はい、もう9回やってます、僕ら。やってますね。やってます。結構やってます、ね、俺の中でももっとやってる感じするんだけどね。あ、そう、9回しかやってないんだっていう。だからもう一回僕ね、見直したんですよね、最初から、はい、全部全9回をね見直して、いろいろ思うとこあったから。忘れてるところもあるでしょ。まあ、ありますよ。あるでしょ、はい、だからそれをちょっと振り返りながら、うん、2015年、今回の今年のザックバラン TV に生かしていきましょうっていうね。ああ、いいじゃないですか。いいでしょ、はい、そうそう、それを今日はちょっとやりたいなと思って。なるほど、うん、毎回でもネタやってしょうもない企画やってさ、しょうもないっていうのは、まあ、自分で学習して帰るんだから。今日はちょっとね一回こう受け止めて、学習した企画とかを今から。そうそう悲しくなるわ、本当に。本当にびっくりする。え、こんな、いや、楽しい企画もあったよ。あった、あったのよ。あったでしょ。あったんだけど、え、こんなんで30分間やってたのってのあるから。こんなことのためにね、あ、 いろんな人たちを動かして俺らやってたんだってあるから。まあ、いいじゃないですか。まあ、2013年12月第1回目、うん、覚えてますか？目標を決めて、うん、いろいろやったんですよ。目標覚えてますか？目標、これの目標ですか？うん、これの、やる、まあこれを目指したいねって言ってたの覚えてますか？だから生視聴者数100でしょ。そう、100人ですよ。100人を目指して。マックス何人か知ってます？5。すごい、5人なの。5人なの。あと95人、95人必要なの。クラスで言うと3クラスぐらい必要なのよ。人口ってそんな少なかったでしょ。ちょっとね、見てくれればね。見てくれればね。だって1億円、今何人、5000万人ぐらいのうちの5人よ。この5人を大事にしたいよ、俺。大事にしたい。大事にしたいよ。名乗り出てほしいもん。だって俺の家族が3人でしょ。お前の家族も2人か。まあ2人、合わせて5人だからね。あ、寂しい。こんな寂しいことないから。その家族も多分1人も見てないからね、多分。そうだよ。いや、そうそう、それを目標にまず掲げて始まって、第2回2月、はい、2012年2月。いや、この回が俺本当にヤバいと思うわ。ヤバい、うん、いや、なんかね、名前をちょっと決めたんだよね、その時。 何 TV にしましょうかみたいな。ああ、そうそう、あ、タイトルを決める、タイトル決めようみたいな、うん、で俺があの、苗がと生姜どっちがうまいみたいな、うん、美味しいのとか言って、まあ、ちょっともう滑ってんのこれ。滑っちゃってんのよ。苗がと生姜に申し訳ないわ俺。うん、あんなにうまいの。しかもその頃なんかさ、でもちょっとしたなんか人気みたいなあったよね、うん。こう、233人気が。233人気。それなんだよ。すっごいいっぱい見に来てたのよ。そうで、その、それそれ、これこれこれ、ほこりかぶってるわ。これを作られ、そう、作ってきていただいたんですよ。そう、すんごかったんだからね、バーって人いて。ね、マッチのほこりが待っちゃって、喉痛くなるわ、乾燥してんのに。だったのに ね、いや、今日こそね、ちょっと見に来てきてくれてる方いますけど、うん、前回とかね、そうですよ、2人とかで、うん、その、モンハンをね、
俺らやってるとモンハンをやってるっていう。もうここに来る人はもうちょっと頭おかしいです。頭おかしい人多いのよ。今日の人はね違いますけども。今日はそうそうそう。で次3月第3回は単独前だよね。これが企画っぽいのやってんのよ。ああそうなの。そう。この時は物に突っ込みましょうっていう。こう俺が物出したらそれに突っ込むっていう。うん。これ覚えてます？うん。いやいいんだけどさこれ、うん、ちょっと待って。うん。今から全部紹介していくの。いやまあざっとね、うん、ざっとだけしていくよ、うん、物に突っ込みましょうっていうのと、うん、やってこれ楽しかったじゃない。で、ものすごい緊張感が便座カバー便座カバーを僕がバーって出したら、うん、あーおい尻に敷かれてんじゃねえっていうねいい突っ込みだなと思ったけどあの時尻に敷かれてんじゃねえっつってあ俺がそうだもんねやってたもんね。そう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 とかね、ちょっと改めて聞くとちょっと寒いなもん。でもまあまあね、その場のやっぱ緊張感っていうのがやっぱそうそう。であれ単独ライブの4日前だからね。あれあそんな近かった。そう4日前に。そうなんだ。4日前ですねとか言って俺らもなんか変なテンションで、ね、あね寝てませんねいや寝てるでしょとかよくわかんない会話をしてたのよ。やべえやつだ。そうそう。でもうねその後いっぱいやりましたよ。雑学クイズね。雑学クイズ、うん、俺の雑学のクイズ ありましたっけそんなあったでしょすげえあれちょっと記憶いないんですけどいや覚えてないのあったでしょ。ないですよ。琵琶湖はちょっとずつ北に動いてるとかありましたありましたよ。あ本当ですか。3センチずつね琵琶湖上に動いてる。面白いなと思いますよね僕はロシアに行くとかそのそのロシアに行くとか言ってたけどありました。でもねえな。あとこれもう名作の絵描き歌だ。本当に何書くか分かんない状態で歌だけ聞いて本当にその絵が描けんのかっていう。あなるほど、うん、やりました。やりました。楽しかった。楽しかった。盛り上がった、うん、ですけどあるねテレビ番組でやってたんだよねそれがね。なあ、うん、やってたんですよ僕らの先なのに。水曜ダウンタウンね。そうそうそう、うん、そういうのあんま言わない方がいいかもしれないそうそうそう、うん、水曜のダウンタウンさんが出てるやつね、うん、でやっちゃってでやっちゃってたからねもうできねえなって。本当はだから企画化していこうっていうね継続してやっていこうっていう話だったんだけどちょっとねもうなんかそれをパクったみたいでね。うん後から見た人はね。そう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 。あとベストアンサーへの道え覚えてないの。ヤフー知恵袋、ね、ヤフー知恵袋、はい、でベストアンサー目指そうって言ってやってましたね。これもね2回だけしかやってないこれだってこれ毎回ちょっとずつやってこうっつって毎回やって俺がさちゃんと答えてそれをちゃんと答えてないよ。ちゃんと載せてベストアンサーをいただくっていう企画じゃない、うん、いやその時は良かった。その時はおっそうだなっつって送ってたけど後々今見返してみたら全然ちゃんとしてない。覚えてる花火にね花火を行くんです彼女とね、でジンベエを着ていきたいんですけどどうですかみたいな、うん、ちょっと恥ずかしいんですよねみたいな。でジンベエ着ていく時のバッグは何した方がいいですか。おうおう荷物入れたいんですけど何がいいですかっていう質問に対しての服部さんの答え、うん、やっぱジンベエで普通のリュックを背負ってるのはちょっとダサいと、うん、でなんかそういういいバッグないからジンベエと同じ柄のリュックを背負ってそしたらバッグ背負ってることが分かんないからそれを探した方がいいと思いますっていう謎の答えなんだよ絶対多分ね荷物はあんま入れないでって言ってる気がする。はい、うん、荷物入れないで、うん、横から見たらバレちゃうか背中にでっかいおできねうんうんはの人ね、の人に見えるっていう、うん、でね次もやってんだけど、うん、これ俺いやこれ毎回やってこうと思ってたけどそのあれなのよ全然帰りがないのよ。ありがとうございますみたいなのもないのよ。その質問者からね。そう質問者からの帰りがないわけよ。あそうなの。ああいうのってそう何個も俺ら送ったんだよ、うん、それで誰もすごい送ってんのに見てるかもわからない。見てるかもわからないし記録ないのそれ。いやでもう俺ね質問者でも、うん、ベストアンサー選ばない人もいるのよ。あそうなの。ただただ答えてただただ期間が来たらもうそれは答えが見れなくなって寂しいじゃない。いや寂しいね。そうだからちょっと一回これはちょっと休憩してんだよ俺。休憩って何よ。休憩してんのよ。だからすっごいベストアンサーつける人の質問があったらそれにしようかなと思って。なあつけない人もつけない人だったってことそれは。ただ見てるだけなの。もうただ送って質問送ってるだけ。出るだけ。そのジンベエの人は特にそう。あそうだ。若いしね、うん、もうパーって質問するだけなんじゃないもうなんかねそれ爆発するなあんだろう不満が若いと。いや知らんけど知らんけど知らんけどそれは。であとね俳句ね、うん、俳句
あ、俳句も良かったじゃん。そう、575のどれか決めて2人でドーンとね、うん、出して、すごいのよ、名作生まれたの知ってますよ、俺名作生まれたの炎天下っていうお題で2人、うん、お前が、俺が7か、うん、お前が5でドーン出して、すごい炎天下、はい、陽炎の中の、あ、陽炎の先の甲子園っていう夏の俳句をね、最高ですよ。どうぞ、多いお茶に遅れると、遅れるやつよこうやってね、走って、何のために走ってんだ、陽炎が出てる、乗ってってももうおかしくはないよね、本当だから、多いお茶、多いお茶に乗ってても、買ったら多分それ乗ってたから、乗っててもおかしくないと思って見たけど全然乗ってない、送ってねえからね。いや、これ見てね、おいお茶のおいお茶関係者の人がこれ見てさ、いやいや、そんなこっから抜粋しないでしょ、うわ、すごいの見つけたと思わない、特別枠でちょっと、てか見てねえから評判になってねえから見てねえよどっからお前行くのよ、一人ぐらいいないですか、おいお茶関係者の人、拡散してくれてないんですか、してくださいよ、しねえよ、しねえでしょ関係者にで、そんなんやって10月、うん、初のゲスト初ゲスト、初ゲスト誰でしたっけ、インベージョン、インベージョンね、そう、後輩、後輩をね呼んで出たいって言うからさ、はい、今ね、今魂図っていう名前になりましたけど、ね、名前変えてたんですよ、インベージョンじゃなくて侵略者っていうね、うん、インベージョン侵略者って意味ですけど、はい、から魂図っていう ね、僕らのソウルメイトがそっちに寄せんね、そうそう、で去年最後にギャップの達人っていう企画をやって、うん、終わったわけよ。でこれ俺ね、でもね、これ総集編とかってこれなんかいろいろこう話してるけど、うん、本当はそんな好きじゃないのよ、何見てない人もいるから、今回から初めて見た人もいるから、総集編自体がね、自体がテレビとかでやっててもあんま好きじゃないんだけど、うん、なぜ今回やってるかというと、うん、見れるから、いやいやかもしれない過去動画で見れるからいやそうだね、そう、今だから、今ちょっと待って、でも今のを聞いてて、うんうんうん、見たいと思った人いるかね、いるでしょうもう7月、うん、もうずーっとやってって7月あたりから俺らね、ちょっと夏の装いになってんだよ。いや、そりゃそうでしょうそりゃそうでしょ、ずっと長袖だったのちょっとね、T シャツで、うん、夏の装いになってるね、うん、そういうのも楽しい、そうそう、そういうのも楽しい。でもね、俺すごい見てて思ったんだけど、うん、最初結構テンション高いの俺ら、うん、でもね、5月、6月テンション低いのよ。どうして、なんかあったのかね。いや、わかんない、なんだろうね、単独の疲れとかじゃない、疲れかな、いや、疲れ出すなよ。で、その単独から1ヶ月以上経って5月だからそう、低いね。あとね、俺すげえ思ったのが、最初の頃、最後、いろんな人告知来てさ、うん、紹介してたじゃん、うん、全然なくなったよね。あ、そういうの、そうだね、いろんな人来たよ、若い劇団の人とかさ、あ、いた、いたでしょ、外人いたでしょ、外人っていうか、ハーフの、ハーフの、なんか日本の劇やるのに外人みたいのいて、そうそう、なんだっけね、なんかあれだよね、戦国時代の武将がファンタジーなんだよね、そう、いろんななんか恋愛とかする、しかも外人がその主役の武将やるみたいな、武将役がめっちゃ外人の顔で大丈夫みたいな変な弓とか持ってきたよね、弓とか持ってきてそうそう、とか、ほらちょっとさ、怖い人いたじゃん、俳優の、なあ、いたね、なんかそういう薬剤ドロップかなんか出てるっつかな、なんか、うん、じゃあモグラの歌か、ああ、そうそう、ちょっと薬剤の役しか来ないみたいなさ、うん、けど公園のあのゴミ拾いしてるみたいなボランティア精神、そうそうそう、とかいたじゃない、千秋さん、うん、ダンスの、ああ、いたね、いい匂いして、いらっしゃった、いい匂いしてね、興奮したな、実際あのお前だって番組内でさ、あ、絶対見に行きますよみたいなこと言ってたじゃん、言ってたじゃん、見に行ったの、全然行ってない、ふざけんなお前ふざけんなお前、全然行ってない、あんなにはしゃいどいて、いや行きたかったんだけどね、何ダンスだっけ、仕事中、なんだっけ、ベリーダンス、ベリーダンス、ベリーダンス、腰黒い、エロい感じだけど、エロい感じだやんない、ベリーダンスはやんないって言ってたから、やるのか、うん、やるって言ってたよ、ね、後ろから見れんだったら言ってたかもしれない、意外に覚えてんな俺、覚えてんの、俺だってこの言ったなんだけど俺自分の、ね、雑学クイズ覚えてなくてさベリーダンス覚えてどういうことよ俺の雑学クイズ、雑学クイズのね記憶だけスパーン消えてんのよ、いやいや、もうで、それもね俺ら第1回に言ってんのよ、こう世田谷区のねウェブテレビやってるわけだから、うん、世田谷区の情報を発信していく2人になろうっつって、とんでもねえこと言ったの、言ってんの1回もやってないよそんなん、1回もやってない、世田谷区の情報一回もない、世田谷区ね、なん多分何もないんでしょうね、だから世田谷区、いやいや、そんなことないいっぱいある、道路あるし、道路言うなよカンナナね、コンビニもいっぱいあるし、カンナナ、カンナナいっぱいあるからね、カンパチもかな、カンパチもちょっとかぶってるから、カンパチ違うか、うん、いや、だからこれやってこうよ、あ、今年は、うん、
100人も目指すし、世田谷区でしょ。そうだから100人をだから結局目指すために何をしていくべきなのかっていうことじゃない、うん、でもそんな、うん、だからもうその回一回ほら話したじゃんね、ボスとこの世田谷ウェテレビのボスと、うん、ね、話したじゃない、100人目指すかやってもいいんじゃないのみたいな。うん、そうだね。でそれやろうよ、ちょっと100人目指すかマジで。うん、もうで何をするかっていうことじゃ、だからだからもうな、もう何するんじゃない、もう100人目指すためのことしかしないっていう。だから何、だからずーっとだからもう電話したいとか、見てっつって見てってもう見てって言ってる時はでも見れないけどね、携帯も、携帯だからもうパソコンの前でもいいやつみんなで見てっていう回、うん、もうずっとだから30分内にだから100人に電話できるかみたいな挑戦になってくるよそれ待って待って待って最初からいるじゃん、最初からもう宣伝しとくの、何人かもう30人ぐらいそれで取れるかもしれないから。あ、なるほどね、そう、最初の前からでもね、今日もすげえ俺言ってんのよ、うん、友達とかにうわー言ってんだけど、うん、何人ぐらい今行ってますか。一人、一人でも見てくれてんだな大事にしていきたい。いや、そう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 、だからもうやってこそれ、うん、100人目指すのと世田谷の情報だと、だからマントル呼べばいいでしょ。そう、マントル知ってますか。マントル、テラスハウス、テラスハウスのマントル行って、テラスハウス出身出身のねの出てましたから、テラスマントル、そうね、第2回の時にもう言ってんだよね俺2回なのあれ。第2回の時に呼ぼうっつって、1年間だ全然来てくんなかったな、あいつ来てくんない、忙しいのかな、営業がね。嫌なやつだな、嫌なやつだあいつは嫌いだよ仲いいから言う。いや、よくね遊びに行くから、うん、そうそう、ちょっとなすぐ呼んでくればいいじゃんって。いやだから今呼ぶじゃん。だ今無理でしょ、間に合わねえんだからなんちゅう発想の持ち主だお前はいやマントル呼んだらさ、だってヘリで来るかもな。でもいや第2回で売れてるからヘリで来るかもな。ヘリで来るかもヘリで来て、ヘリで来る。あいつだって映画出んでしょ。そう、映画テラスハウスの映画始まるっつって、映画出てる人は100人ぐらい。ヘリで来るでしょ。いやどんなイメージ。来るやつはヘリで来るでしょ。どんなイメージ。ヘリ会社大変でしょ映画の全員ヘリで来たら。いいな、そういうんならだって。いや、まあ、すぐ呼ぼうよ島。まあ、来月じゃあ、もう来月もまあまああるんで、ね、もう変な話よ、うん、出なくても俺いいと思うもん。もう出ますって言っといて。いやー、やだなー。いつ出るかな、いつ出るかな、ダメだ、いつ出るかな、ダメだよそれ始まって今日マントル出ますよって言って、うん、究極出なくてもさ100人見るかもしれないから。でもじゃあマントルに見に来てもらうじゃん。え、そっち行ってもらっていてはもらおうよ。いてはもらってちょっと声だけちょっと笑い声聞こえる出るんじゃないのっていう思わせる、匂わして。でもちょっと待って、結構出ないんそこに来てもらうなら出てもらおうよだったら出ないんかいじゃあそうね、うん、来週は出るかもっつったら、ま、来週はない、前来月だあ、来月は出るかも、出るかもっていうね。いやでもそういう島、まずちょっとずつだから服とか置いてこうだろ、毎月次ちょっとずつ、ちょっとずつ島出来上がっていくその間に人気なくなるでしょあいつのそんなことそんなのいい、上がってるかもしれないからな、うん、いや島呼ぶのまずさ最初でしょ、ね、100人の回もうだから100人はもうパパッともう夏ぐらいまでにやっちゃおうよ。そうだね、うん、あと世田谷の情報パパッとやるもんじゃないけどね。できちゃうから、できちゃう100人ぐらい。ほんとに。あと世田谷の情報、うん、世田谷の情報ね、なんかあるんですよ。ないよ。ええ、だから、だからいいと思うのは、ま、もう毎回ラストに決めんの、世田谷の美味しいご飯、来週調べてくろっつって、で、毎回こう調べたーっつってで、それで二人とも来て、美味しいご飯屋さん紹介して、で、例えば、夜景が綺麗なとことか。ガチの情報番組なんですよ。情報、やっぱそういうのも必要だから、うん、やっぱだから、世田谷ウェブテレビ会のポンを目指してこよう。ポンをね。あー、確かにネタもやってるしな。そう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 。ネタもある、情報もある、笑いありだから。うん。だから俺がな、岡田さんかな。お前がビビる。いや、そこの配役はいいのよ。でかいか、大木さんで。いや、別にいいんだけどさ。配役はどうでもいい。一緒に出る会もあったから。うん。それで、な、綺麗な女の子もちょっとさ、そうそう。あ、それいい。あ、それいいじゃん。ねえ、綺麗な女の子をちょっとアイドルの卵ちょっとさ、呼べないのアイドルの卵、うん、そう、人のつながりで、ちょっといじりたいもんね。うん、
俺の綺麗になったなっつって。なんだよタコさん風なんだよ。いやだ。これちょっとあれとか言う。なんか昨日お前あれなのとかいういじりしてさ、うん、やめてくださいよとか言うのちょっとやりたいぞ。なんで女子は立たしてるんだよ。高いです高いです。そうやってだから世田谷上で毎回さ決めていくのよ、うん。楽しい場所とか遊べる場所とかいうの二人で紹介し合ってどんどん。なあなるほど。でそれ溜まっていくじゃん。うん、それで。2015年のクリスマス、世田谷のクリスマスのデートプランみたいな。やだよやだよ世田谷でクリスマスってしょ。そうだよ外出たいじゃん。いいよ世田谷で十分なんだから。お台場行きたいよみんな多分。いやいやもうだから東京世田谷で済ます。世田谷公園でしょだって。世田谷公園いいじゃない。噴水のさマイナスイオンなんかデート手つないでさ駒沢公園といいじゃないちょっと走ってさ羽根木公園と。いや公園詳しくね。公園ポンポン出てるから公園羽根木公園いいじゃん。羽根木公園なんもねえけど。なんもねえよなんもないなあそこね。だって SL あるじゃん。あれがあるよ。でもなんかなんつうの子供が遊べるでどこでもあるわそれ。世田谷公園の方がすごい。 森の中にあるんだよ。いやだから世田谷公園あるもん。ハイジが乗るようなブランコみたいなんだよ。シャーってやつでけえ長い長いの。そうずだいいよそれ。いいよそれ。世田谷公園全部あんだから。世田谷公園全部集まってんの。全部あるよ。なんだよ羽根公園いらねえじゃん。いらねえんだよ羽根公園。やめとけよ。いらねえんだよ世田谷公園になりきれなかったから羽根公園なの。もう世田谷公園が一番でしょ。でも世田谷公園でかいもんだって。でちょっとチャリ乗りたいなら駒沢公園。チャリ乗っていや公園いいでしょ。クリスマスに公園でいろんな話してさ、ね、寒い。いや寒いのがいいんだよクリスマスって。何の話。寒いのがいいの、うん、クリスマスって寒いからこう寄り添いたくなるじゃん、うん、じゃそれがいいのよデートの時は。何の話。いや何の話。クリスマスそれでよくない。でもいやだからそれをだから世田谷のことで済まそうというか、うん、その俺らが紹介したものでどうですかっていうのをね。で今年1年で世田谷観光大使にさでかいでけえ急になるための道よ。だから見てくれたらね。そう見てくれた世田谷区の役所のトップがそうだからそこはすごいこの子たち紹介してくれてる。そう観光大使にしよう。副観光大使いいわ。うんだからそうなった場合にはだからまあ世田谷人とね共演もあるね。そう共演よ共演。俺電話するわ。もうそれは役所に電話しとくから。役所と多いお茶に電話しておくわ。見てなんて多いお茶毎回やんねえの。そうそうそれもやっていこうよ、うん、ねまあいろいろ言われてんの俺友達とか見てくれた人にさ。なるほどね。つねさん誰だよ。いや俺の知り合いのつねさん。おっさんじゃないの。30ちょいぐらいのいいけど沖縄人のねつねさん全部見てくれたの一回。全部見てくれて全部ねこうメモで感想も全部こうね書いて、この時間作ってうん、全部紹介俺が思ったこと全部言うからっつって、うん、で軽く聞いたのが俺すごい面白いボケしてんのに、うん、服部さんが突っ込まないはいはいみたいな流しちゃってるな。まあ、っちゃったりもするからな。そうそうそう。あと純粋にネタがあんま面白くないっていう。やかましいわそいつ連れてこいよ。ちょっとそれ落ち込んじゃったよね。常さん連れてこいよ俺常さんが言ってたから、うん、だからいろんな俺言われてんの結構。だから常さんはあれ好きだったよ。物に突っ込むやつ。なあ、切れてたからね、俺。あれ、面白かった。俺、ペーン切れてたからね。ペーン切れてたの。切れてたの、あの時。怒ってたの。違う。切れてたの。その意味じゃないでしょ。あ、切れて、切れ切れだったってこと。切れだったでしょ。そう、単独前だもんね、あれね。そう、とか、いや、俺言われたのよ。台本ないのって言った。なあ。台本やっぱ作ってやった方がいいんじゃないので、そういうのでやってないで、こう。うん。どう出てくるかみたいなところでやってるから。で一回台本もう完全に台本作ってちゃんと俺このボケするからお前これ突っ込んでみたいな一回台本台本の回作ってもいいかな。いやボケと突っ込みはあっちゃダメでしょ。いやそこはそこでコメントみたいなさカッコ振りでさ。いやもうしっかり台本作ってやる回一回あってもいいから一回。いやまあ別にあってもいいけどそれ言われんの結構台本作ったもんじゃないみたいな。まあまあそんなすげえ常さんの意思を組んでるじゃんお前は。もう常さんの意思を継ぐものワンピースで言うと D だから常さん I だじゃあ T だ D だ D でいいんだよ D で D でしょワンピース。いやまあいいけいやだからそうそうそう。でもちょっとあれだけど、うん、まあ去年まあ今ねちょっといろいろ振り返りましたけど、はい、
そこで僕ね、ちょっとこれ企画、これ最後やりたいんです。で、じゃあだから去年ね、いろんなことやってきましたよね、うん、企画もやって、トークもやって、いろいろやりましたけど、去年の自分の中の一大ニュースってあります？去年の一大ニュース、去年の一大ニュース、2014年、そうそう一大ニュース、まあ自転車でこけたことかな。ちっちゃいちっちゃいちっちゃい、もうでも小ニュースこうなったよ、俺こう、チャリがこうなったの。俺はこうな言われたから、こうなったかなと思ったの。違う違う、もうこうよ。で、どういうこと？頭、うん、頭がこうなった。え、お前こう言ってて、こうなったってこと？じゃあチャリじゃん、これ前輪と後輪と。いや、分かりづらいでしょ、これ。前輪で後輪で、輪で分かんなくてごめんね、それは、うん、進んで、進んで傘持ってます、傘持ってる、キャン入ります、あ、前輪に入った、そう、前輪に入ったって、うん、こうよくよく聞いて、小せえわ、そのニュース小せえわ、こう、言いたかった。いや、怪我も小さいだろうね。俺もあったけどね、チャリちっちゃい頃、うん、うわーっつってバーッて言って、俺もお前の話はもう大丈夫だ。だって同じ話でしょ。同じ話。俺はダンじゃない、こう言ってこうなったの。おうおう、一回転一回転した。あ、なんで、チャリが一回転、一回転して普通にパッて立って2秒ぐらい立ったかな。いや、この話もいいのよ。これも少年、いや、うん、他にないの、なんか他にないの、他に、うん、ないな。いや、あら、引っ越したとかね、ある。あー、引っ越したね、うん、世田谷から世田谷へ。ちっちゃいんだよな、引っ越しが。高徳寺から共同に引っ越しました、僕。隣隣歩いて行ける、それ全然歩いて行けるわ。引っ越しも歩いてやったもんね。歩いて荷物持ってたから。隣だし、ちっちゃいな、引っ越し。2回、すいません、2回だけ電車乗らせていただきました。このまま大きめの、大きめの、大きめのや。いや、どうでもいいよ。ちっちゃいよ、どっちみち。うん、いやいや、ね、ニュース、そうそう、そんぐらいかな、でも。いや、もう、ね、まあ、単独とかあったし、うん、あ、単独ね、うん、だからそれを受けて、今回この企画、はい、2016年第1回放送、うん、来年、そう、2016年の、来年の2016年第1回放送、ザックバラン TV 内の去年を振り返ろう予想。タイトル長い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 。特番のやつみたいなね。いや、悲しいよ。トンネルズさんの番組の特番のやつ、すげえ長いから。あるけど、長い。その説明も長いよ。いや、今で一大ニュース、去年の一大ニュースよ。うん、去年一年間一大ニュースよ。うん、チャリでこけた。ちっちゃいちっちゃいと。うん。ちっちゃすぎるでしょ。うん、すみません。いや、俺も考えてみたら一大ニュースなんかあったかな。うん。何？血液検査ですごい悪い数値が出たから、ダイエットしたら6キロ痩せた。しょべえしょべえって言う。6キロ、これ6キロでしょ。6キロ痩せた。で、だからちょっとしょぼいじゃない、うん、もう一大ニュースなんてこれもう企画にできないぐらいしょぼいから。なるほど。2016年第1回目、はい、多分1月、2016年11月に、うん、ザックバラン TV 内で去年の一大ニュースはって聞いた時に、こんなこと言いたいなっていうのを最後にこう、まあ、だから目標みたいなもんだよね。あー、なるほどね。そう、それをちょっと今日決めて終わりたいなと思って。なるほど。今年、今年ね。そう、何が起こるかまだ分かりませんと。そう、何が起こるか分かんないでしょ。何を起こしたい、逆にね。何を起こしたい、ムーブメント。敏感ファイのムーブメント。時には起こしたい、時には起こせよ、ムーブメント。ウォーウォーウォートゥナイ。ハマちゃん、ハマちゃんの、ハマちゃん、やめろ。いや、繰り返すのやめろよ、お前。ね、それ決めましょうよ、うん、服部さん。そうだね。じゃあ俺が何これ考えればいい。考えてほしい。今年だから来年の一大事。そう、今年の一大事を決める。今年まだね、始まったばっかりだけど、うん、今年こんなことがあって、2016年1回目の放送で、うん、去年の一大事さ、こんな何々したとかいうのをちょっとね、考えたいじゃない。なんだろうね。だからまあ、むずいよね。むずいよね。だ、一気にバーンって言いすぎるのもさ。そうだね。いや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 、じゃあだから M1 ね、 M1、 M1 ザ漫才ありますよ。 M1 優勝とかね、うん、優勝はちょっとあれだから、2位ぐらいがいい。1回戦突破じゃない。いや、ちょっと小さくても1回戦突破してるから、俺は普通にもうできてるから過去に。だから2位、くしくも2位。なんでよ。いや、だったら8位とかがいいわ。なんでよ。
いや2位ってなんかリアル、なんかリアルにさ8位無理じゃん決勝じゃあ今年な、なんか100人達成とかも言うよね。だ100人達成はもうだってすぐできるじゃん。そうだな、うん、もうステージじゃないか今マントル、マントルペ、マントルペ、そうそうそう、人の力を借りようよ、そうだね売れてる後輩とかも出でもその人の力借りた感が嫌なの俺、島呼んでだから島、映画やるじゃん、うん、それの告知に来てくれましたっていう体でしょ。いやもう言っちゃってる言っちゃってるじゃん恥ずかしいから、同期のさ力借りましたなんていうの来年じゃない、今年の1年の、うん、一大ニュース一大ニュースむずダメなことでもいいからね。ああ、うん、なるほど。だから100人達成してボスからシャンパンみたいなのもいいよね。あシャンパンと A5 ランクの宮崎牛と家買ってもらいましたみたいなね家最後でかまた引っ越すっていうね近いな指がまた指はさついちょうど引っ越したばっかりまた引っ越したよね指が近いめっちゃ受けた。いやそうだな、そういうのもあるし。あこれバーンとさ一年もう今年1年で2015年、それ言ってたいじゃない2016年にね。はいこれ OK 行きました。ちょっと時期だな、ちょっと待って今いいや今いいや。じゃあ行きましょう。はい2016年、2015年を振り返った時に予想で下手くそかよ下手くそかよ振り返った時の予想ドン、つげがついにがっつり剥げる。やだよー剥げたくないよめっちゃ受けてる哀れな。いや俺ほんとに今度の仕事もそっち関係なんだよ薄毛の人募集でマネージャーがそれやってんだから。え、俺には来なかったけどそれ。そうだ絶対これだろ薄毛の、で、お悩み屋の方そうなのよ、だから該当者の方いらっしゃいません。中途半端だからさ、今、うん、そうだね、がっつりハゲて、がっつりハゲたらもうピカー光って光らないで、その汚い感じになったなってほしいあんま光らないで、くすんでそうで、最後までなんか、なんじらしてほしい。絶対売れねえよ。もう無理もう無理でしょ、君っていう感じの、まだバーコードにして、そうじゃあまあそうするかじゃんそれでいくかじゃん、うん、それでお前の中でじゃあなんかないの逆に。服部死ぬ、なんで死なんだよそれを胸に頑張りますっていう2016年ザックバーン TV お前じゃあちょいちょい殺しに来るってこと俺を背後に気をつけろお前、背中に気をつけろお前、頭おかしいぜよ死ね2016年、でかすぎんだろそれ俺の死って。そうだよね、だからそれを胸に頑張れるかもしれない。なんで俺の死を胸に頑張る。死ななそうじゃん、ん死ななそうじゃん、なんか俺より長生きしそうだからさ意外に死ぬよ。じゃあ、じゃあまあ100人かこの企画にしたけどなんだよ100人目指すか、100人、100人目指す、100人でも100人はできそうだからな。100人は、じゃあ、だからできるのよ。うん100人一発100人なら、多分いけなくないの。うんだから3ヶ月連続100人。あ、そうだね、あ、そうだね、そういうことだね。3ヶ月連続100人連続100人達成で家家家を買ってもらう達成これでも相当ですよ。だって100人でもうなんかシャンパンとか話してたじゃん、うん、3ヶ月連続100人いったら異様でしょ、結構これは。いや、なんで隠すのなんで隠すの3ヶ月連続100人達成これは…どういや、これ行こうよ、目指そうよ。そうね、これ目指してだから200人になったらもう3ヶ月連続じゃなっちゃなくなっちゃうから、3ヶ月連続100人だから100人ぴったしだなぴったしだよね。101あーもうあーってなんの、もう見ないでってこと、増えないで言ってみて、再生を止めてくれ、もう見ないで、ちょっともう取れなくなっちゃう、止まっちゃうからもうやめてあーって言ってみたけど、これ相当難しいかもしれない、そしたら相当難易度高いわ、そしたら言ってみたいよ。
100人ね、じゃあとりあえず100人目指して3ヶ月連続100人達成、2016年言えるように頑張っていきましょう、うん、最終的になんか世田谷区 の、 そのネット回線をパンクさせるっていうそう、もうね、うん、サイバーテロなんじゃないか、うん、いや違う、敏感ファイルザックバラ TV だっていう、おいザックバラしすぎだぞーいっていう誰なのその人区長そんな感じで、じゃあちょっとそうね、世田谷のじゃあ情報もだからこれしよう、来週までに世田谷区の美味しいご飯屋さん、なんだ俺の飯やな、それ一個ずつ紹介して、大体カップラーメンなんだもん俺じゃあいいよ、世田谷区の美味しいカップラーメン、いやみんな一緒だよ全部あるからみんな一緒、まあいいよ、じゃあ頑張って、世田谷区が出してるカップラーメンあったら見つけてきてよ、むずそっちなんかあるある絶対ある、絶対ある、なんかあります、中身はなんか醤油ラーメンだけど外側だけなんか世田谷人みたいな、だから世田谷人ラーメンダサー、ダサくない、やべ怒られるやつだやっべ、あぶね、関係者すげえ多いんだよ世田谷人の、じゃあそれで頑張っていきましょう、今年もね、じゃあ飯、来月か、来月も一応まああの5日にもう決まって、3月5日、はい、そうだね、やらせていただけるの決まってるんで、オッケー、そこはどうする、そこ呼べたら呼ぼうか、島行こう、もういや、とにかく人気者いっぱい呼ぼう、島出ます出ます、来月5日島出ます、出ます、いやね、これ実はね、だからちょっと、うん、まあちょっと長くなりますけど、うんうん、今5日ってバカバクソ、バカバクソっていう事務所ライブがある期間なんですよ、うん、で、なんでこの時期になっちゃってるのかっていうのまあまあ上のあれもあるんですけど、うんうん、本当はね、ずらしてやりたいです、あ、そうした方がお客さん見やすいんですよ、そうだから、バカバクソ事務所のね、まあすげえちょっとした文句になっちゃいましたけど、うん、ちょっとした文句になっちゃいましたけど、新年一発目ね、ねちょっとずらしていただけたら、それで見やすくなるんじゃないかと、ね、だって俺らのね、僕は、はい、見たいのにライブだから見れない人いるから、僕らのことを10番目に好きな人たちが1番目を見に行っているとそうだ ねで家にいるんだったら10番目見てもいいかって人もいるかもしれないから、そうなのよ、そういうねパターンの人もいるから、いるからな、でプラス島呼べば、島呼んで、そうだね、だからバカバク、だからもう島出さないから、そうや、もう言おう、はもう、もうそれはもう島のマネージャーに言って三関さんに言う、三関さんに言っていいよ、もう実名は言って、うん、じゃあ3月5日そう行こう、そうだね、そうで、世田谷の情報も発信してきますから、だからもう来月はもうだからシャンパン用意しといてもらって、ああもうそうだね、もうシャンパン、なんですか、一人一本でいいですよ、いいですか、一人一本全然笑わないんだけどまあまあまあ、それ目指してやっていこう、はい、世田谷の情報と、まあ、今年1年はね、はい、100人目指してとりあえずね、皆さんの力一緒に作っていきましょうっていうことだね、今年2016年も世田谷散歩やっていきたいです、世田谷散歩やりつつ、はい、ね、ザックバラン TV、 そして世田谷ウェブテレビ、はい、そしてね、この日本をてかみんなでね、盛り上げていこうというね、でね、2016年も皆さん、よろしくお願いします、はい、以上、ザックバラ TV でした、ありがとうございました。